ケーションを取った関係上、今はですね、コミュニケーションのトレーナーとして、まあ、過去の経験を生かしております。2000年にですね、企業は早期退職して研修業界に入りまして、ちょうど2020年、20年経ちました。今はファシリテーション、プレゼンテーション、交渉術および営業マンのトレーナーとして頑張っております。今のですね、肩書きはですね、FT エンドパートナーズという小さな会社の経営者をやっておりまして、NPO 日本プレゼンテーション協会の理事長とかですね、国立大学法人東京農工大学のコミュニケーションの講師を依頼しております。今日のこのビデオの目的をですね、お話ししたいと思います。この「締結の極意」という VTR はですね、営業マンとかですね、いろいろな交渉の中で最終的にですね、 OK を取る OK を取る、営業でしたら買いましょうというですね、締結するですね、最終的な重要なポイント、コツをお伝えするビデオでございます。私のですね、仲間にはですね、ファシリテーター育成講師、プレゼンテーション、ネゴシエーション、あるいは営業の講師とたくさんおりますが、実はですね、まあ優秀な人たち多いんですけれども、彼らはですね、ご自身立派なプログラムを持っているんですが、ご自身のプログラムを売り込めない人ばかりです。ファシリテーション、プレゼンテーション、交渉術、セールスマン育成、ご自身のプログラムを売り込めない人だらけなのに、講師をやってるというのはちょっと矛盾あるんですけれども、でもですね、分かります。これはですね、最終的に締結できるかどうかというのは、これはですね、技術なんですよ。その技術をしっかり体得していないから、いくら素晴らしいコンテンツ、いくら素晴らしいプログラムを持っていても売れないということなんです。はい、次に行きましょう。営業は科学です。科学です。科学ですからですね、きちっとやれば必ず結果が出ます。原因と結果は同一です。結果が出ないというのは原因があるんですよ。じゃあその原因をですね、はっきりさせていきましょう。営業あるいは人を説得する上でですね、重要なのは5つのステップを踏むということです。5つのステップを踏むということです。その5つのステップを踏めばですね、科学ですから必ず結果が出ます。その5つの段階というのはどういうことかと言いますとですね、人に何かを売り込む、あるいは説得して行動に移っていただくためにはですね、まずその人にアプローチします。アプローチします。そしてですね、まあ、特に営業の場合はですね、ニーズを正しく組み上げます。そのニーズを正しく組み上げる技術はファシリテーションという技術です。ファシリテーションはですね、相手の真意をしっかり組み上げる技術です。それを持って次にですね、売り込みます。しっかり自分の持てるサービスないしは製品を相手の腹に落とすにはですね、プレゼンテーションの技術が必要です。ファシリテーションでニーズを汲み取り、プレゼンテーションでこちらの製品なりの素晴らしさを相手の腹に落とします。そしてその後はですね、次の段階はですね、4段階目、ネゴシエーションなんですけども、説得してですね、買っていただく、あるいはサービスを受け入れていただくという段階なんですが、実はこの第4の段階でですまでは誰でも行くんです。割とうまくいくんです。そこでですね、問題なのは断りが来るんですよね。やっぱりいいですわと。で、その時ですね、その時、腐った顔をしないで、明るく受け入れます。わかりました。大概、そこでですね、お断りの言葉いただくんですが、で、終わっちゃったら終わりです。次のですね、アポイントを取ります。次の段、再度会っていただいてですね、そこで成功させる。これが締結のですね、順番なんですけれども、4段階目で断られて、次に
面会のですね、アポイントを取るんですけれども、この取り方とですね、その後が非常に重要なポイントになりますが、3段階に戻ります。次回のアポイントではですね、再度ご説明いたしますとなるわけですけれども、5段階まで行ったらですね、次回の3段階に戻って再プレゼンテーションするんですけれども、そのアポイントを取ります。はい、この5つの流れの中でですね、相手を説得していくためにはですね、カードを用意する必要があります。私たちが人を説得するときにはですね、これは私はいろんな世界を歩いてですね、結論に達しました。5種類のカードがあるんです。人を説得するにはですね、1つは理屈、ロジックです。2つ目のカードはですね、感情です。心からですね、相手をこっちの方向に連れていこうという感情です。3つ目はですね、情報です。情報。こうしますから受けてくれませんかと。4つ目はですね、これはですね、駆け引きと言いますけれども、駆け引き。このようにいたしますので、こうしていただけませんかというような駆け引き。さ、5つ目はですね、これは脅しです。この機会を逃したら、あなたはもう取り戻せませんよと。大変な損をしますよというような脅しです。相手の立場いろいろ調べてですね、これを受け入れないとえらい損をしますよというところをグッとついてですね、決断させる。この5つのカードをいかに事前にですね、用意できるかなんですよね。用意できるかなんです。これどういうことかというとですね、実際のですね、例でご説明したいと思います。実際の例をですね、見ていただきたい。皆様はですね、ガーナチョコレートというとですね、今100円で売ってますから、何と思うかもしれませんが、私たちの若い頃はですね、ガーナチョコレートはもう大変な、もう口からですね、よだれが出るような素晴らしい最高クラスのお菓子でした。はい。子供さんがですね、ガーナチョコレートをお母さんに買っていただこうと、スーパーの中でお母さんを説得するですね、技術がまさに我々大人のですね、商談とかですね、ネゴシエーションにぴったりするので、ちょっと子供とお母さんとの例を引き合いに出します。この5つのカードなんですけれども、例えばですね、子供がお母さんに、なんでチョコレートを買っちゃいけないんですか、お母さん、なんでチョコレートダメなんですかというですね、理屈ですね、理屈で言ってみてください、お母さん、なんでダメですか。これまず理屈。2つ目はですね、ママ好き、ママ大好きだから買ってて、感情でですね、お母さんを釣る。3つ目はですね、お母さん、他のお菓子はいりませんから、これはですね、情報なんですよね。情報なんです。後で勉強するからというのは、これ駆け引きなんですよね。はい、座り込んでですね、大の字になってギャーギャー泣く。これは脅しです。世の中にはですね、交渉するにはこの5つのカードしかないんです、実は。国境を越えて、グローバルに。私が勉強した限りでは。この5つのカードをですね、事前に準備して交渉に当たる。皆さん、なんか売り込むにあたってはですね、ただ商品説明しただけで、ただサービスのですね、内容を説明しただけでは人は説得できません。プラスですね、この一つだけの説得要素じゃダメなんですよね。理屈も感情も情報も駆け引きも脅しもですね、いくつかのオプション、いくつかの種類を用意して整理しておくんですよ。そしてですね、今度のお客さんに対してはどの順序で切っていくかというですね、カードを切っていくかという、その順序を事前にあらかじめ用意しておいてですね、それで現場に当たるわけです。そして現場の PTO に合わせて切り方を変えていきます。これがですね、営業あるいはネゴシエーターとしての、まあ、熟練度になってきますね。変な時に変なカードを切ったら台無しになってしまいます。これはですね、
熟練ですから体得するしかないです。このですね、このカードがダメだったらこちらのカードというのは、これはバトナと言います。バトナというのはですね、ベストオルタナティブトゥノットアグリーメント、要するに OK してくれなかったら別のカードを切るということです。これをですね、先ほどの5つのジャンルからですね、積み上げてですね、切る順序を用意しておくと、ノートとかに書いておくんですね。でこのお客様には理屈で押せば、あるいはこのお客様には感情だな、このお客様には情報しよう、このお客様には駆け引きだな、このお客様は脅しだよというふうにですね、切るカードを事前に準備しておくということが重要です。これは職人の世界で言われてますが、うまくいくかいかないかは準備8割と言われてます。いや、商談でも一緒です。このカードをしっかり準備できたかどうか。